それではですね、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎という、来るものは拒まずのスタイルでやらせていただきます。パーカッションの高文です。どうぞよろしくお願いします。トラディショナルなスタイルではですね、一応この低い方はちょっとね、コンガでいうモフみたいな音色で叩く方が多い、叩くのがよくあるスタイルというかね、トラディショナルなスタイルです。こう打ち放ってポーンと叩いても間違いじゃないんですけども、この高い方を押さえてるからこっち結構タイトな感じになるじゃないですか。音が伸びないっていうかね、短くタイトな音になるんで、こっちをオープンで叩いちゃうとこっちだけなんか浮いた感じになっちゃうっていうかな、ティキティキティキポーン、ティキティキティキポーンみたいな感じになっちゃうんで、どうするかというとちょっとこう押さえます。はい、これどうやってるかっていうと、大体ですね、指の第二関節あたり、このあたり、この指を一つの面と捉えて、大体このあたり、第二関節あたりで触れています。こういう感じ、第二関節あたりが触れている、画面に触れている状態で、この先端はちょっと浮いているような状態ですね。全部こうピタッとつけると、まあこれでもいいんですけども、ちょっとね、ミュートが強すぎるっていうか、音が止まりすぎちゃうんで、ちょっとずつこう浮かせていって、僕の感覚で言うと第二関節あたりがついてて先端がちょっと浮いてるぐらいの感じで鳴らすと、適度に閉まって響きが残って、トゥントゥントゥンっていうか、クンクンクンっていうような甘い感じのサウンドが得られます。でこういうサウンドにすると、こうこの高い方がタイトな感じになってても、しっかりとねクンって引き締まってくれるので、これになると、まあ、全体としていい感じのバランスになりますという感じでございました。まあ間違いではないです。このポーンってね、オープンで叩いても。でもこれに慣れてきたら、このちょっと押さえるやり方っていうのを、練習してみて、やってみると、このクンっていう感じがすげえね、気持ち良くなってくると思いますので、ぜひやってみてください。クン。クン。自分のマルティージョはエンブラ側が変に響くなと思っていたんですが、なるほど、モフ的に抑えるのですね。あ、そうですね、実はね、うん、これを知らない人結構多いっていうか、多分、ね、まあどこにも書いてないからなんだけれども、結構ね、このサウンドが重要で、この音の感じで、あ、どれだけ知ってるかなっていうのが実はね、分かっちゃう。あ、ボンゴ分かってるなっていうのが実はバレちゃう。だからこう、フィルインとかするときも実は、まあ、オープンでポーンと叩くシチュエーションもあるんだけれども、ラテン、アフロキューバ、サルサなんかでは基本的にね、ちょっとこう、モフ気味。今やったの全部こう、半ミュートっていうか、モフ。みたいな、こう、グングングってこう、パンチがあるっていうか、パワーがあるようなサウンドって基本的にね、これモフでやってます。はい。まあ結構このボンゴってこの、高い方がピックアップされるというか、バンドの中とかだと
よく聞こえると思うんですけれども、実はね、こう叩いてて気持ちいいのこっちなんですよね。もちろんこう使い分けてもいいし、モフっぽい音と完全なるオープン